岡田和は、日本の実業家、技術者、ユニバーサルエンターテインメント創業者、元代表取締役社長、大阪府で6人兄弟の6人目として生まれる。京都府福知山市育ち、1952年東京都板橋区に転居、幼少時に父親を歪んで亡くす。1962年に東京テレビ技術、専門学校卒業後、 テレビ修理業として働いた。1969年ジュークボックスリース業のユニバーサルリースを設立、代表取締役社長就任。1973年販売部門を分離し、ユニバーサル技研設立。1979年開発部門をユニバーサルテクノスとして分離し、 代表取締役社長就任。パチスロの標準システムを開発して、業績を伸ばし、1999年には、日本長者番付で1位となる。2013年、岡田美術館を開設。2017年、藤本厚史代表取締役社長らにより、株主総会への出席を拒否され、ユニバーサルエンターテインメント取締役会長を、解任された。2019年、 岡田マニラを運営するタイガーリゾートレジャーエンターテインメント社の CEO として310万ベイドルの不正報酬を受け取ったとして岡田和夫に対してパラニャー家の裁判所が逮捕状を発行した。ありがとうございます。